はい、ということで、はい、今回はですね、ゲストに、アスイ通訳の、あ、ゆうきあおいさんが来ていただきましたけども。今、あおちゃんって言うとした？あおちゃんって呼んでくれるんですか？あおちゃんって呼んでってこと？何？あおちゃん、あおちゃんって。あおちゃんって、それは違う。それは違う。え、ちょっと、お年ってさ、あれ？ 26 歳です。あ、24歳です。あ、人生の先輩だった。いやでもね、確かにね、芸歴で言うとね、もうあおちゃん大先輩になっちゃう。いやいや、やってる。本当に。そうなんです。すごいんだよ、芸歴は。いやいやいや、あおちゃん。あおちゃんさんでいく？あおちゃんさん。あおちゃん、あおちゃんさんと呼んで。じゃあ、あおちゃんさんとお送りしてきましたけども。はい。あおちゃんさんいかがでしたか？いや、なんか、すごい、皆さんになんか、つーちゃん好きって言ってもらえて嬉しかったです。いや、ほんと、みんな好きだからね。みんな大好きなんですよ。一番声を高らかに言ってるのが、弊社石川海斗。お、なんか言ってくれました、でも最初。ゆうきさんが、ゆうきさんなんですか？その圧。熱い。距離感見えない。距離感。こういう人に向かって言うかすごい熱い。熱い。近いな、そしてみたいな。近いよね。オールマイト役の三宅さんも、つゆちゃんが大好きで。嬉しい！意外！そうなんです、一緒にインタビューを受けた時に、すごいつゆちゃん推しだったんですよ。え、嬉しい！あれ？そうなんです。そうですね。っていうところもあって、大人気なんです、本当に。嬉しい、キャスト陣の何を問わず。いや、もう、がぜん、もう、もともと 120% プルスロールとらして、もう 200% の気合です、今。おぉ、やった!200% までいった、すごいね。もう、私、次会うとき、両生類かもしれない。あ、いや、やばいやばい。そこまで、そこまでいっちゃうの。変える。形から入って、怖い怖い怖い。形が変わる。いやいや、いや、これからもぜひよろしくお願いします。イベントもまずは。そうですね、よろしくお願いします。楽しかったです。お願いします。